2015年、一人当たり名目 GDP を示した世界地図国の国内総生産順リストは、世界各国、各地域の一人当たりの国内総生産の値について公表されている最近の過去1年間の値を大きい順に並べたものである。国際通貨基金、世界銀行及びアメリカ中央情報局のリストである。なお、このリストでは、 国と地域の区別をしていない。US ドル建ての GDP では、日本円ではなく US ドルで給料を受け取っている。人は日本にはけ由のため、他国の GDP と正確に比較することはできない。ただし、ユーロのような共通通貨を使っている EU、加盟国同士では為替による変動がないため、実態を反映した比較ができる。例えば、経済成長により円建ての GDP が、 増加していても、前年より円安の場合は、同じ額を US ドル建てにした GDP では減少することがある。一方、円建ての GDP が減少、または低迷している不景気でさえ、前年より円高の場合、US ドル建ての GDP では、前年より増加することがある。日本の GDP を約500兆円だと仮定したとき、1US ドルイコール80円の円高では、 US ドル建てで換算すると約6兆 US ドルになり 1US ドルイコール120円の円安では約4兆 US ドルとなるそのため円建てでの GDP が同じ額にもかかわらず減少しているような統計結果になってしまう実際に2015年に国民一人当たり名目 GDP はドルに換算したドル建てでは前年比では減少しているが 日本人が実際に受け取っている円建てベースでは1994年以降最高で前年比3.4%ほど増加して経済成長している。US ドル建ての日本の一人当たり名目 GDP は1980年代から90年代の前半にかけて大きく上昇した。これは1985年のプラザ合意をきっかけとしてその後10年間で 1>, 1ドル250円台から80円台まで急激に進んだ円高が大きな要因と申される。詳細は EN リストオブ・カンド・トゥリーズ・ by GDP パーキャピタ・ディストー r t e ト・ GDP パーキャピタ・フ Tax Heavens を参照タックス・ヘブン諸国においては、税主導の企業会計取引によって一人当たり GDP の数値が人為的に膨らんでいることを考慮しなければならない。 一例としてアイルランドの GDP データは Google、Apple などの多国籍企業の租税回避による重大な歪みの影響を受けることに注意しなければならない。2015年のアイルランドの GDP は同年のアイルランドの GNI の150%を超えている。これに対処するため2017年にアイルランド中央銀行は修正 GNI を より適切な統計として作成し、OECD と IMF はそれをアイルランドに採用した。2015年のアイルランドの GDP は、同年のアイルランドの修正 GNI の143%である。ありがとうございます。